桜田明の室画時代のパート2ということで、今回、太田道刊、上杉さだまさ、長岡薫、上杉明あ辺りをに出,、えー、出演していただきました。まあ、前回の足利正もが太田道刊に変わってるぐらいですね。で、この辺は、実はあのものすごくあのシンクロ走るでも,ものすごく詳しいんですよね、この辺の,この,辺の話って。いや、もうほとんどもうシンクロ走るに書いてあるなぁと。 感じですこれも実は上杉家の話は非常に詳しく書いてある、この長尾影治さんもあの上杉忠松さんも非常に魅力的な造形でえ書いてあって、生き生きと躍動します、大田同うはもちろんですが、今回は将軍家鎌,鎌倉国宝の内向で上杉四家の関東舎を巡る騒乱、それから柴生と芝生家の内向、この2点を取り上げたいと思います。で上杉四家の関東舎を巡る騒乱というのはもう難しいんですよね。 上杉家って、この最初の頃見てると、頭おかしくなりそうなほど、なんか、うわー、だやこしいです。容姿が多いんですよね。それが最大の問題かと思います。上杉家の来歴、これは、1回、上杉家やりましたから、だいたい分かっている方も多いと思いますが、初めて聞かれる方もいらっしゃると思うので、ざっくり言うと、果樹汁藤原氏であると。 この本に書いてある範囲内で、えー、説明すると、過重寺流不浄らしであると。で、宗隆親の下校に伴い、ぐぶしてやってきたという話が書いてあります。足利氏と陰性関係を結び、足利の重臣になる。で、上杉より重の娘の清子が、忠、え、臣、ー、に続いて、高氏忠義を、えー、生んでいると、えー、いうことで、こういう風な家系であると。まあ、実際、もっともっと見てみると、なんか外れくじばっかり引いて、どん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 没落していって、 で、えー、最後に、ものすごい大きな当たりくじを引いたという感じになってますけどね。これも、清子さん、側室ですからね。本来なら、足利家の着流にはなれなかったんですが、正室となりまれた高吉が廃人したために、高尾の鉢が回ってきたということで、運がいいというか、なんというか、最後の最後に来て大きな当たりを引いたと、えー、いうことです。で、山の内上杉。 えー、これが関東管領を、えーまあ、大,大,大体接種をしていると。で、4つの上杉家、つ上杉家はこの山之内、拓真、犬掛、扇ヶ谷、この4家が分立しましたが、この中でも特に、この扇ヶ谷と山の内、この2つは、えー、京都の乱で古賀国宝、足利重氏と、えー、対決し、両上杉というふうに言われると。で、この2つの家が圧倒的な力を持ったということになります。 上杉氏の来歴と上杉4家の概要の続きですけど、上杉4家、山の内上杉、琢磨上杉、犬岳上杉、大木奴上杉、まずどういうことかと言いますと、これがまずメインですね、山の内上杉は上杉の利明を外していると、えー。経図で示しますと、上杉家というのはこの、えー、果樹寺流藤原氏と言われて、この、えー、藤原の冬継ぐのひ孫の藤原の世方。 この家から甘露寺、果汁寺、での工事などの家で、これらを果汁寺流というふうに言います。公家でもこの家は割合関係が深くて、あの、養子と関係とかでぐちゃ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 と割合行動ともにしています。家風の違いがあって、甘露寺家から窓の工事家に入った春房さんは非常に苦労したらしいですがね。上杉重房。この人間関係を見てますと、藤原の森種の娘が、 ただと結婚してより長生んでいるだからこの、えー、辺は方言の乱でひどい目にあってるとか農園この上杉氏の一つには農園っつうのもいるんですね農園はあの兵士にぴったりくっついてるこういう関係で兵士に非常に、えー、深い関係を持っために兵士とともに運命を共にするとでこの財師さん彼女はこの農園の、えー、後に 在師の義父となった土門道隆さんと微妙な関係になったらしくて、不倫の関係になったらしくて、後鳥羽天皇の宮中から遠ざけられて、この間に生まれた土門天皇も天皇の君にはなれないという、純徳に昭敦の地位は引き継がれていっちゃったと。結果論的に言うと、この在師、農園、現在の皇室の直接の先祖には当たりますよね。最終的に後佐賀天皇が昭敦天皇のために。 そういう、まあ、外れくじを引き続けていた上杉家、宗隆親王に引っついてやってきたのはこの伏見です。ああ、これまた積んだなと思うんですが、伏見蓋の息子の頼重、これがこうなったことで、外れくじから一気に大当たりくじを引いたということになります。で、山の内上杉はこのうちの上杉紀明という人物を外しています。えー、ここですね。上杉紀明。えー、この人ですね。 この人をそそうと,していますところが上杉市というのはやっぱりこの,この家はあの外れくじを引かずにいられないということ <laughs> 雪がたくさんしていますけども観音の上乱でただ義方につきましたこれで外れくじを見事に引いたんですがここは外れくじ引いても復活できるということで高尾屋死んだ後に足利元氏に壊れて関東関連になったこれはちょっと解説を加えると足利元氏というのは高尾寺の息子であって あの忠義が失脚するときに、それまで関東されてた義昭に代わって、元氏が入ったんで、何なく高氏義昭系と見られますけども、忠義の有志になっていて、この元氏っいうのは、非常に忠義党に近いというふうに言われています。だからまあ、忠義の下で働いていた上杉憲明は、高氏が死んだ後にほとぼり冷めたんで、足利元氏が関東からねてくれないか言われて、憲明の子からは、 小花はこれ,これで小花はという意味ですね。小花輪上杉氏と越後上杉氏が出ていると。山之内上杉の中に小花輪上杉。これはあんまり有名になりませんが、越後上杉氏は、まあ、越後の守護職になっています。で、山之内上杉氏があの断絶すると、この越後上杉氏から2代にわたって2人養子に来ていますね。ただ、この越後上杉氏は守護代長岡義春によって滅ぼされていて、上杉謙信は越後 上杉氏ではなく、この山の上、山之内上杉氏を、えー、継承しています。紀之氏の後に義則。友房兄が後を継ぎ、義則が死んだ。後は紀之五男の範原が山之内上杉を継ぎますが、自害で。これは私もずっと足利氏。氏密をあのま義、あ、満に反抗する。足利氏密を監視するというふうには、まあ。 監視するために,自害,に自害したというふうにまあ言われてったわけですけども、近年ではどうも一族の争いかとい言われているんだというふうに、この伊酒屋寺家の室町時代で間見さんは、えー、おっしゃっていて、ああ、そうなんかと、一応話としては、氏光をこう止めるために自害して、氏光も氏光を攻撃するのを諦めるという美しい話かと思ったら。 ドロドロの話を美しくしたんかいというような話で、まあ、想像の範囲内ではありますよね。その息子の、これ、乗り方とおっしゃれて,てましたけど、のあのふ、振りがな振ったら乗りさと書いてあったんで、えー、今回乗りさというふうに、えー、やります。大体まあ、あの、えー、こういうので、普通に乗り方と書いてある場合と乗りさとか書いてある場合だったら、大体まあ、難しい方法に乗いたら間違いないと。わざわざ多分そういうふうにわざわざ乗りさと読むいうのは、それなりの根拠があるんだろうと考えると思いますので、ここでは、この乗り方さんは乗りさというふうに読ませていただきます。 この乗政が山の内次第。この山の内というのはもちろん鎌倉の、えー、地名ですね。で、その後、乗貞、乗本、乗舟と続いていきます。この乗舟は越後上杉家からの栄養士ですね。これ以降、関東官僚を基本的に引き,引き継いでいくのはこの山の内上杉氏とあります。で、薄間上杉氏まあ、重吉系と重金系があるんですが、重吉系、まず重吉系が出てきます。 で、足利忠義にくっついて観音序乱で諸乃に殺害されます。で、養子の義則が諸乃を討ち取るという功績を挙げていると。まあ、功績と言いますか、これで義則さん、さよならでしたからね、一時。諸乃を殺したところで、高氏から憎まれて遠ざけられますが、まあ、高氏が死んだ後に足利元氏は義則を復帰させると。で、紀明死んだ後は関東関領に就任するので、まあ、義則さん、ものすごく。 追いしめ合ますね。で、ただ、養子、のりたかが廃人したために断絶してしまい,しま,いまして、後に、たくま家は、死金の、死金という別の系統からの子がたくまに入って、えー、たくま上杉氏というふうになりますけども、この家は、あの、割合早くに断絶して、そんなに、あの、活躍することはありません。で、犬岳上杉氏。上杉の理不藤を外してます。上杉の理不藤に関しては、 あの私もちょっと影響、あの関係なくて、明恵に殺された人ですね。まあ、そのせいか、上杉清子さんは、明恵の,の死に非常に、えー、敏感に反応しているざなを、私もあの南北朝ど南北朝の動乱、合戦全力で一応触れたことがあります。乗、え、藤、ー、の息子の友房と友宗は、上杉友との養子になります。まだ、乗藤若かったんで、ここの子供たちはまだ幼少だったんでね。 で観音の上乱では、例によって例のことを、この友房さんと友宗さんは、忠臣方についています。で、これも上杉の入明の復帰、これに絡んで、えー、彼らも鎌倉府に出資するところでって、まあ、基本的に上杉市というのは、南北朝道覧の動乱の同じパターンで、観音の上乱で忠臣方について没落するけども、高氏の死後、足利元氏があの抜擢して、鎌倉府の重臣になるとですね。ね で、友房、兄の友房は上洛して、この家は四条上杉氏となります。まあ、あの室町幕府将軍の側近になります。で、友宗が井上上杉氏を、えー、継承。で、この友宗は、あの、氏光光兼のこの二代にわたって関東関領として力を振るい。で、友宗の子供が有名な、うじのりですね。えー、治じというよりも、この、法名である禅宗という名前の方が有名になってきますけども。 あの、うじのりが全州というふうになって、これが全州ならを引き起こす,って言す、ね。犬掛けっつうのは、一時的に関東管連に、山の内上杉に並ぶ関東管連になる、えー、まあ,有あの、有力には言えたんですけども、まあ、もう大体わかると思うんですけど、全州並んで滅亡する滅亡しないですけどね。滅実は滅亡はせずに、あの、その後、京都に逃げた、この犬掛け上杉氏は、堀越区方の側近として復活しますが、堀越区方が、 あの京都との関係を深める中で、難しいことによって、上杉正則が、えー、自害するということになります。木ヶ谷津上杉氏、上杉藤成の子で友貞の養った秋貞、その宇治貞が継承し、関東で氷上州などを、えー、で、えー、この宇治貞は全州、えー、の乱で戦死し、その息子の持ち友大に発展していって、で、 両上杉というときには、もう犬だけとかは小さかったんで、両上杉言うて、上杉氏でさあの最後の方まで力を持ったのは、この山の内と、この大木ヶ谷1と4ですね、えー。そういうことになります。で、ざっくり言うと、こういう感じですね。大木ヶ谷っつうのは、この重役からこういうふうに来ていると。で、あのこの家から、こういうふうに養子に入っていくと。 でこの持友さんが最終的に大東上杉になっていると。で山の内上杉というのは、範明、範政、範貞ですねで。犬だけはこの辺で、あのたくまを吉典は継いてあるんですが、まあ、この辺で、吉、え、典、ーえー、はここから公用しに来ています。たくまを継いでのところです。上杉四家の関東者を巡る騒乱通で、まあ、いくつ上杉全種の乱、それから影響の乱、教徳の乱、 それから、調教の乱、長岡毛治の乱などが取り上げられてますけども、えー、まず、上杉全州の乱です。これはあの、えー、我々はなんとなく、関東九方と、それからあの上杉氏の争いというふうに見ますけど厳密に言うと、犬岳上杉氏と山の内上杉氏の対立であるというふうに、小見さんは取り上げたって、ああ、なるほどなと。えー、なんとなく、全州の乱とは、持ち主と、 全州、えー、の関係だけで捉えるんだけども、あ、そうか、犬岳上杉家と山の内上杉氏の対立か、と。なるほどな、と。こうですね。1113年までの、えー、上杉氏の南北朝時代から1113年までの上,あの上杉氏の、大雑把に、えー、見てありますけども、で範明、重吉、範富士が関東の中心だったと。で 関東と京都で力を持っていた上杉氏。関の上乱では、まあ、範焼が、ぼつらくと復帰して、範焼中止になると。えー、いうことで、この1 9 5 3年に、この馬、ま、それから犬けそれから山内、山の内、この三つが揃ってくると。で、この上杉憲政が、えー、父谷の地を統合して、まあ、この山の内上杉池が、まあ、中止になってくると。 友房が鎌倉九方の謹慎として台頭していって、この友房が、えー、犬岳、憲、えー、政が山の内ですね。この関東関連である範政と、それから謹慎である友房。謹、え、慎、ー、ということは、これは鎌倉九方のが権力を掌握することをまあ目標とすると。一方、山の内上杉は将軍権力をこう抑制する方向に進むと。じゃあ、方権力を。 まあそういうふうな形で対立が広がっていくと。これが上杉前州の欄のポイントであるというふうに言ったって、あそういう見方で上杉前州の欄を見るっていうのもあり,ありだなと。で、まず上杉前州、犬掛の上杉前州が、あの、山の内の紀さんに代わって関東関連についています。この時、関東クポの持ち主、関東クポのポイントの一つは、皆さん、ものすごい多名なんですよね。 吉明が38で亡くなってますが、持ち舟は28だったかなそれ以降、氏光、光鐘、皆さん、ものすごく短命なんです。ん鎌倉栗報は、皆さん短命。で、持ち舟も、光鐘が廃人したことによって、持ち舟はすね、持ち舟は幼少であるために、この、逆にこの鎌倉栗報にならんかったやつ、足利光隆なんか結構なわけで、この、持ち舟のおじで、光鐘の弟にあたる足利利光隆。 とそれから上杉禅宗が政務を取るとところであります、まあたい想像つきますね、確かに。持ち主が成人して独自の権力基盤を持つなると、当然、禅宗と対立すると。要するに、それまで禅宗は、持ち主が幼少の時には、後見の三ツと一緒になって、権力を振るっていたんだけども、持ち主がその権力を返せるできたら、当然揉めるわけです。で、関東管令は山之内のり元に移ると。 ここで小海さんはこういうことです。そもそも禅州が官令になる。乗り貞から禅州に移り、慣が交代するときに、政変があったんじゃないかと。というのは何か言ったら、乗り貞が辞め張る2年前ですね。乗り貞から禅州に、宇治りに変わる2年前、足利持宇治が乗り貞元に逃亡してるんですね。 ということは、もともと持ち主と氏則の関係っていうのはもう最初からやばい状況だったと。要するに、全州と足利光孝グループと持ち主の関係綱もう最初からやばかったと。で、その結果、光孝全州と、それから持ちうじのりさだという、そういうグループができた可能性があると。で、まあ、持ち主はもとに逃亡し、やがて則貞もなかったことで、光孝全州の政権運営が行われ、 その結果、上杉犬掛、上杉、VA、VS、持氏、山内、上杉というタイプで、要するに、ここが、ショートしたと。だから、この、この、持氏と、この、ここの、ここだけをこう見がちなんだけども、実際には、山内と犬掛の関係、これも、まあ、もうちょっと見なきゃならんかなというふうに、思いますね。で、 この問題、まあ、この禅宗の乱も有名ですから、あの、いさかいだらけのムノで,でもそんなに詳しく言ってませんけども、まあ、禅宗は結局、関東の諸子と多くの隕石関係を持つために、関東の多くは禅宗がついた。だから当初、ものすごい有利だったんですね。しかし、幕府が禅宗を見捨てて、持ち討ちをつくことを決めたんで、結局、持ち討が勝つと。ただ、これも、あの、 小さんはもうこの辺はまあ多分もう、えー、議論の対象外通過、あの検討の対象外であって、あくまでまみさんは関東の動きをやってますけど、京都を見る側からすると、まあ、伊藤九さん、詳しく説明したんですけども、これって難しいんですよね。全州の乱って、京都から見た場合の全州なの乱。つまり禅宗は実はあの京都とも関係が深かったはずなんですよね。だから持ち主っと本当はもう完全に積んでたんですよね。 ところが、足利が光明の主張でひっくり返ったんですね、これ。光明が烏星語である持ち家を見捨てるわけにはいかんだろうというふうに言うて、えー、それまでど内い将軍を見捨てようかなというふうに決まりかけてた京都の流れが、あの光明の発言で一気に持ち家守れというふうになっていたという経,経過もあって、この辺なんか、足利が光明との関係なんか、深掘り,りしていくと面白そうなんですけども、あくまで関東の話に絞ると、 この関東の王が全禅宗型についていたということで、持ち寺が禅宗あの、乱後持ち寺が禅宗派を攻撃する。関東の平穏通うのは崩れていくわけですね。この禅宗の息子も京都に入れ込んで、京都に入れ込んで、京都の日ご家に入ると。で、持ち寺に攻撃された禅宗派の、えー、関東の諸子たちは、室町幕府との関係を深めていって、 京都府知州というような人々が大量にできてくると。で、これがまあ室町幕府と、それからあの鎌倉府の争いにつながっていくというふうに、あのこれが予見役所になっていくということで、まあ、これ、なかなかいろいろと難しい問題なんですね。この辺はちょっといろいろと考えてやっていかないと、まあ、吉徳の問題も全州の乱たりから遡って検討しないといかんなというふうに思っております。えー、前上杉全州ですね。 で、範り範本、で、えー、範だね。で、この範ねと秋貞、この赤の線、これ、いずれも、越後上杉からの要所を表しています。影響の欄。まあ、我々は、鎌倉九宝と京都、それから山,あの山の内上杉、この三つどもえといいますか、基本は持氏と、えー、それから室町九宝、 鎌倉と室町の争いであると。えー、いうふうにまあ見ますけど、まあそこに山の内上杉氏は難しい立場をとると。それから、えー、この影響の欄について、大木がや津が台頭してくるという話になってますね。あ、この大木がや津の台頭通いうのはあまり意識したことないですね、私は実は。勉強、これは勉強になりましたね。あ、そうか、大木がや津が台頭していたんか、みたいな。えー、前週の乱後、えー、乗り元はほどなくなくなります。で、 えー、り本には貢献があったんで、越後上杉氏から養子を取ってます。これは上杉乗りザネですね。まあ、まだ乗りザね来た時9歳なんです。で、えー、上杉定より、大家開発の上杉貞よりが、名代として、あの、乗りざねの貢献を行うと。定よりは、相模、上杉、阿波の守護に任命され、さらに持ち討軍の大将もやっていると。とか、百1 2 9年からは、 えー、のりもあのこの須田よりが、えー、姿を消して、で息子の大倉屋助の持、えー、友の活動が見られるようになります。ということは、たぶん菅寺この頃亡くなったんだろうと。で、この影響の欄では、あれですね、えー、吉徳と持ち主の対立。これは有名ですよね。あの省略してもいいかなと思うんですけど、一応まああの、条例の方はもう何回も聞いていてああ、覚えていらっしゃると思うんですけど、まあ 持ち討ちっていうのは、要するに室町国宝にもなりたかったんですねで。吉持がなかなか子供生まれなかったみたいで、これワンチャンあるなと。つうか、私はどうもこの吉持と持ち討ちのこのこ、あの、タイミングっつうのは、吉和が死んだ後に急に壊してるんで、持ち討ちは、これ、あの、えー、喧嘩するよりもこれワンチャンあるなと思っていったんじゃないかなと思ってますけども、あのー、あれですね。それが吉則によって全部潰れたと。だからもう、持ち討ちは吉典のことが許せないと。 吉野のからすると、ぐっとことぐっとことこという持ち打ちは許せないと。で、この両者の対立をなんとか収めようとしていたのがノリザネですね。まあ、あのー、関東関例の難しいのは結局そこなんですよね。悪、室町幕府との関係を持ちながら、鎌倉九宝を制御する。最初はそういうこともなかったんでしょうけども、まあ、ネあたりからそういう。で、範実と、 はは当初は良好関係良好あったんで,す、ね、でもこの紀氏が要するに吉野家との対立をあまりこうやるんだというふうに一生懸命こう説得することによって、えー、持ち主と紀氏の関係も険悪化し、えー、やがて紀氏ののは神津家の国に下校しでそれを攻撃しろと持ち氏が命じたことで影響の乱が勃発します の、まあ、りざねは、孔介の国に結構し、持ち主の攻撃を受けることが決定したのりざは、京都に SOS を出して、で、室町幕府、足利義のりは、えー、ごはんの天皇の臨時を、えー、つくだしてもらって、で、持ち主を徹底的に潰すと。で、この、のりざの孔介の国の結構に、上杉もしとも、大木がやつのもしとも,もついていってます。 で逆に、上杉氏の生き残りは、持ち主に従軍していって、まあ、ここに薄杉、えー、と、それから扇ヶ谷つの運命の分かれ目があると。で、影響の乱後、まあ、京都からやって、京都から命令を受けた今川、それから越後の上杉、越後上杉の交易、それで関東の諸将はもう一戦というのを開かれして、持ち主あっちゅう間にれてしまうんですね。 ザネは、持ち主の除名嘆願と、それから持ち主の息子の足利義久の鎌倉久保就任を要請したんですけども、吉宗はそれを聞かず、上杉持友が鎌倉の養安寺に攻撃をかけて、持ち主を結局打ち取ってしまうということで、どうやらこの影響の乱で、あのものすごく大きな果実を転したの大木がや上杉家であると。ええいうことですね。山の内上杉をこう、急速に追いつくように。 あの対,対等してきたのが大月上杉氏であって、まあ、影響の乱でうまく、うまく動いたと。大月上杉氏は、あれですね、この持ち友、彼が非常に、えー、頑張りましたと。で、この,この後は、この秋房、しかし、秋房は早死にするんで、持ち友が非常に長い間、大月上杉氏をまあリードした後息子の正種に。 あの継承しますで、この正真が、まあ、早死にし,あのしたんで、定政が後を継いでいきます。で、こういう感じですね。この上杉定政は、えー、大田道館との関わりで有名です。で、えー、乱れる関東の政治情勢、両上杉の成立と。影響の乱後、紀ねはいなくなっちゃいます。紀ねは主君を死に追いやった責任を取って、えー、彼は、 あの一産政務から引き,引き続きさらに子どもたちも全部あの出家させてしまうと。でえ幕府は仕方ないから紀勢の弟の清正を、えー、擁立。その後上杉方と旧文字型方争いつこの代表株はこの結城合戦この結城合戦で活躍したのが上杉義朝なね。だからまあこの、えー、影響の乱とその後始末を通じて上杉義朝つまり大東上杉家が急速に台頭してくると。 上杉のりざ舟らは、えー、鎌倉朽峰を何とかしてくれということで、あの足利持ち主の維持を取り上げることを、まあ、要望するんですけど義吉典はどうも自分の息子を鎌倉朽峰にしようという構想があったようです。が、勝ちつぬらんで吉典は死んだためにこれは挫折。で、1144年には清正が亡くなり、山の内上杉氏どうするよ、ということになるわけですね。なんせ、紀、え、舟、ー、の,の息子は全員出家してしまったと。 どうするよとそこで、この西の長尾掛中らは、上杉憲忠を擁立、これ紀舟の息子なんですけども、平たの,の,のを引っ張り出して擁立します。で、それに対して激怒した紀舟は、この紀忠を擬絶してしまいます。まあ紀舟はこの未来見えたんでしょうね。こ,こんなん恨みを一心にこうとんねんからわしら、殺されるでと。しかし長尾掛中からすれば、そのの知らんがなと。 とにかく後継者作ってもらわんと、わしらは立ちようかがと。で、1147年、足利を持氏の維持だった重氏が鎌倉朽奉になります。そういう中、塗りただの擁立、まだ塗りただ若かったために、山の内上杉市西の長尾家ですね。それから、えー、あしあの上杉文友泊の大河上杉。 山の内上杉氏の火災と、それから大月上杉氏この二つが地位の向上を、まあ、成し遂げていくと。でございうます。で、京都の乱勃発ですね。重氏と上杉家臣は根本的に対立します。で、あの、江ノ島合戦というのが起きるんですね。あの、江ノ島に脱出した足利重氏と、それから上杉家臣団が戦う。 えー、関係す足利重氏は畠山餅国宛の文書、えー、の中で現在これあの、えー、南部系文書に入っていてなんで南部系文書に入ってるのかなと非常に不思議でまあ多分写したんでしょうねそれによると重氏は長岡家中山内上杉氏の家裁長岡家中と太田道心大月上杉氏の家裁ですこの2人が長本であると名指ししています で、結局、まあ、幕府の仲介とか、まあ、当時幕府の兼ねた畠山文地には、なんですけども、この辺は飛ばしてますね。あの、伊坂井寺家の室町では、別に、あの、室町幕府はもう一体が、実際にはこれ、あの、ややこしい話がいっぱいあって、これ喋り出すとまた、あの、これだけで、かなり時間を潰すんですけども、ざっくり言うと、細川家と、それから、あの、畠山家では、対応が全然180度違うということです。 畠山家は足利重氏の言うことを聞くと。一方、あの、細川家は上杉氏の言い分を全面的に聞くという。そういう関係になっていきます。だから、この場合は、えー、中海の上杉さんはち、畠山持国ですね。畠山さんです。しかし、154年、京都国乱勃発。乗りただが暗殺されて、えー、長岡家中、大田同心らが、 兵し結局、重氏は下総の国の国家に増座してそこ、そのまま動きあの、まあ、そこであの鎌倉国法を再興すると。まあ、あ,のあれですね、紀忠暗殺した後、まあ上杉派の主流、えー、である上野の国の方に移動していたところ、後ろからあの幕府の命令を受けた今川紀忠が突入して、鎌倉を占拠したために、もうそのままあの重氏は国家にいたと。 いう話ですです初戦で大木谷津の上杉昭久が戦死してしまいます。名前が大事でね、房と房山の内上杉房昭に武家、御旗、あの鬼とってやつね、騎馬の旗と餓将軍家の旗が渡され、いかつ子に封じんしていますあの。利根川を挟んで、古賀の対岸ですね、武蔵の国のいかつ子ですね。 で、えー、戦国時代に入っていくというふうに言われてこの京都の乱が戦国時代。まあ、これは、あの、何をもって戦国時代かっていうので、私は権威の分裂っいうことで、確かに京都の乱っていうのは関東の、えー、戦国に入るんだなと思うんですけど、まあ、この権威の分裂ともう一つは、この守護、守護の無力化、山之内上杉家の守護勧告である武蔵の国に、大月上杉氏がどんどん勢力を伸ばしていくと。 考えてみたら、武蔵の国って、あれ、山の内上杉市の領国なんですね。で、そこになんだか知らんけども、大月上杉市の大田同心が江戸城を築き、大田家が江戸城、えー、あるいは川越城を作って、えー、そこのところに勢力を張っていくっていうのは、まあ、あの、今は上、上、両上杉の関係がいいから問題ないけども、これ、両上杉の関係あるようになったら火種になりますよね、と。長岡影春の乱。 1 0 6 4年の状況です。他に重氏がいますで。重氏の支持者は千葉、下総の千葉、それから下野の宇都宮、小山など、北関東系が中心です。で一方、関東関連上杉房明と岡西長尾影信、影死にました影信、えー。房明氏だとは秋貞。これは、えちご家、えちごから要してまだ若いです。で、房明氏だとはこの秋貞ですが、 政治を向けている大木弥の義もが、えー、中心であると。で、もしともが死んだ後は、秋房の子は戦死しているので、正實、ね。まだ若いです。で、この正實戦死後は、秋房兄弟のさだこの菅政を支えているのが、葛西の大田道館。あの、道士の息子ですねで。伊豆には足利正友がいて、この正友と大木弥陀の関係というのは、この頃悪化していると。一時的に悪化しています。 今川家の内紛の時には、中々してますけどね。で、1173年、長尾影信が死にました。で、それに対して、あの、山の内上杉、関東管領上杉秋貞は、この影信の弟、忠景に継承させます。で、それに対して影信の息子の影春は反発し、1170年、長尾影春の乱が起こります。1177年、両上杉は、あの、長引く戦いの中で、 影信も、えー、なくなるし、まあ、なかなか難しいこともあって、いかつこの撤退を決定。一方、長尾影春は古賀訓法に、えー、基準してしまいます。これじゃまずいと思った両上杉は、最終的に古賀訓法と、えー、和睦をし、1578年、京徳の乱が、えー、終結しました。で、188年に長尾影春の乱も終了。で、この京徳の乱の終結と、長尾影春の乱、この長尾影春を、 えー、結局、まあ、追悼というか、追い出して、長岡毛治を叩いて、勢力を失ったのは、大田道館だったんですね。その結果、大田道館の名声は、えー、向上するわけですが、まあ、それに対して、評価が低いと、道館は、上瀬明貞への不満を隠さなくなります。で、えー、調教の乱ですね。1086年、大田道館が暗殺。 えー、これについてはいろんな意見があって、まあ、このさだあの道館が非常に力を増していく中、上杉さだは道館のことを非常に不安視して、粛清したというのが、まあ,あの、一般的な意味です。そのせいか、さだまというのはあんまりいい評価を受けてませんね。あの、南卒の発見伝でも、ボロックソに書かれてますし、なんとなく、戦国戦でも、なんか悪者面ばっかりしてますね。結城正美さんの、えー、シンクロ走るでは、 ちょっと頼んないけども、いい性格の兄ちゃんっぽい感じになってますけども。あるいは、秋貞、要するに山之内上杉にとって一番怖いのは、大木がやつで圧が力を持つ大田道館やと。こいつが死んでくれたら山之内上杉じゃんって、と思って、あの、貞政を、えー、こう、煽り立てて、殺させたというふうになってます。まあ、あの、基本的に下手人が貞政であるのは間違いない。な,なぜ貞政が殺したのかと。 秋沙田による先導があったとか、えー、あるけども、まあ、当主による一元支配を、えー、確立する過程であったと。要するに、あの戦国時代、こういう重臣たちの合議制、あるいはその重臣たちの動き、重臣たちの動きに乗る形から、当主がこう強力にリーダーシップを持っていくという形があって、さだまさする目指しじゃないかという話ですね。 ただ、これは裏面でました。同観察以降、上杉氏、大月上杉氏は動揺し、1 8八年え、上杉秋貞が、大月上杉氏の領両である、相模の国に進出できます。で、その結果、両上杉の衝突が始まると。これを長教の乱と言います。で、この時、大田杉どうかのこの大田杉安は、山の内型での活躍が見られるなど、あの、ああ、大月や,やっちまったなあとかですね。で、それを見て、 この、要は、あの、このまま山の内が統一するとまずいと思ったのか、小岳鳳の足利正氏は大木ヶやつ方に参戦しています。一旦は僕をしますが、対戦。この時には正氏は山の内方に擁立するなど、まあ、腰が定まらないと言いますか、小岳鳳の権威を見て使えると思った大木ヶやつ方あるいは山の内方その辺が擁立する。そういう、えー、まあ、正氏の意思そのものよりは、 マサオの意志、意志プラス、そのメリット。これに、あの、あれですね。これが来た方がメリットがあるかどうかと、そういったことになっていくと。で、えー、距離の欄には、伊豆の伊勢総水が、えー、参戦してくるなど、えー、非常にごちゃごちゃしてきて、えー、すった問題になりますよ、で、終わっています。その後は戦国内をやから、一応外したらですね。で、あの、伊勢総水の参戦の話については、第3部の 最終の章、えー、である、えー、伊勢総水による自国下克上の挙動術というところで一応述べてあるんで、まあ、ここで切ってくれた姿とたと感じであります。ということで、えー、上杉の 4K 以上です。この辺、上杉のところで詳しくやりましたよね、何,何回も。何回もやりましたね。<laughs> その時ね、系図も作ってね、理解したつもりだったんですけども。 そうなんですよ。<laughs> 理解しそうやったんですけど、もう上杉もう何遍もやってるしなぁ、えー、みたいない。私がね、出てくるの前覚えてるんですよ。かうん、あ長尾影原出てきたなぁとかね。そうそう、うん。この人たちね、最終的にね、何を目指して戦略的目標はこの人たち何なんだと。いうのがね、いまいちわからないんですよ。ないんちゃうかな。あの一回はね。 一回分かるが、これがこ、この人がこう考えたから、こいつがこう反応したいとかね。うん。それはね、一個一個わかるんですけど、これトータルとして何、何を目指してるんだと。うん。特に上杉グループね。上杉、そうですね。あの、か鎌倉棟、古河グループはまだわかるあ。何度も見てきあ,ありがとうございます。何とか理解できた。 いやしゃべってる本には実は理解できてません。経営図作った本には全然理解できてない。上杉の各家には、確たる戦略目標はないんですかどうなんでしょうね、山之内上杉はとりあえず、京都と鎌倉がうまくやってくれたらそれでいい。 が前半。とかまあ中盤かな。あの最初は当然あの鎌倉福峰、えー、絶対盛り立てる。で途中から鎌倉を盛り立てる京都との関係悪くなったらまずいな。で、あの京都府の乱使う塗りただが殺されて以降は重藤を殺す。重 <laughs> 藤って結局あれなんですよ。どう見てると重藤さんはあんまりあの えー、要するに京都と戦う気はありませんよとずっとはピッてんですねあれ。吉政は重氏を殺せなんですけども重氏は多分あの上杉連中は殺せなんでしょうね。うん、で上杉連中はとりあえず重氏邪魔やと。でこれまた室町幕府にもあの戦略がないんですよね。 あのー、ひどいのはこの持ちく、畠山餅国と細川勝本が関連を交代交代にやると、でそれに伴って、あの関東関係も108度ぐる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 変わるんですよ。で、これ、ぐる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 変わる理由がひどくて、要するに餅国はやりたくないんですよ、関連を。勝本もやりたくないんですよ。で、やりたくないからやめるんですよ。で、押し付けるんですよ。 で、それで関東関、関東関係が180度変わったら、そら関東困りますわな、と要するに、極端に言ったら、だから、細川勝もとっても、畑山地区にとっても、関東のことはどうでもいいと。しか思えないですよね。あの、要するに彼らは慣例にこだわらないんですよね。慣例は金かかってゃらないから。徳川幕府って、あ,ある程度、養生変わっても一貫性がありますよね、方針に。はそうなんですね。 うん、鎌倉幕府も、執権をやったらあれですよね。室町幕府はひどいですね。もう全然その辺はむちゃくちゃですわ。<laughs> <laughs> だけど、関東を直轄地にする気もないんですね、彼らは。そんなことかたぶん義則だけでしょうね。自分の息子を送り込んで。まだ小さい子供ですからね、あれ。 次男,じあの次男の義英を、あのうちに義英となる人物を、あの議会やったんやか、えー、送り込む人やったね、義英か。吉政はあれは五男やったかな。で、最後の最後、誰も勝たないですよね。誰も、みんな負けましたね。<laughs> 全員負けましたね。 まあ、あえて言うならば、あの、大木がやつが山の内に最後降伏して吸収されて、それで、あの、大木がやつは、あの、最初組んでた北条氏にボコられて滅びて、山の内は北条氏に圧迫されて、越後長尾家の肥後家に入ると。そういう意味では、勝った、うんかな、山 <laughs> の内や。 うん、戦い続けて<も>メンバーすべてが疲れ切ったと。うん。<laughs> そんな感じですね。質問がありますが。そうですね。戦国大名は時じ違う共有できてお上杉四家も他の領地の支配に関してはもう興味ないかもですかね。うん、その割には、あ,あれですよね、あの、あの大木月はかあのか武蔵にこう出て行ったり。 山,山の内は相模の国にこうずーっと入ってきて、で、あの大げさに戦争したりしてるから、その辺までは興味あるのかな。さっきね、はい守護権力が弱体化した話ありましたね。武蔵を持ってるのは山の内の、えーそ。守護権力が弱体化し守護権力が形骸化していったと。守護勧告。 守護勧告関係なく自分の駅でどこにガーッと行くと、自分の必要に応じていくと。それまでのように、あの、武蔵の国のことは、もう山の内に任すところじゃなくて、自分がぐいぐいと、あの、必要があれば、あの、城を引きくと。これ、山の内上杉も、あの、黙人どころか、あの、公認しないと、江戸城とか難しいと思うんですけどね。山の内上杉としても、大倉哉のそういう大田道館、大、うん、田道心、大田道館が、 あの江戸城にいるっうのは心強いしとか。妻子が多いことのほかに祭子が多いことのほかに、返球が出た少なくて、時代込みにくいでも出願に,にと思いました。ああ、意外とそうです。ノリともノリさん、どうやら。立私みたいに、返球と通じて直径相球続けるのが一番大事ですね。<laughs> そうですね。そうそうそう。あの、返球、たまにおるんですけどね。たまに <laughs>。 もちともとかたまにおるんですが、ノリってたぶん、あの、犬だけ前種の息子ぐらいノリがいたかなとか、えー、ノリが通じっぽいですともあきよしサダのウリムで、あ上杉あきサダみたいと思いますしね。だから、確かにあの、通じもあんまりはっきりしないし、変気も少ないから、名前が、だからいきなり、なんとかさんでて、えー、これ誰の子供 そうなんですよ通字をある程度しっかりしてくれたらね、あの、あこの人は何々家やなって、だいたいわかるんですよね。上すぎない、通じがわかる、え、この人ってどの家やったっけな <laughs> 後ろに格好して大ギガつっても書いておかないと、覚えられないですね、確かに。大ギガつとかね、山、はい、の内とか、こういう家って これ守護大名かというか、両国化というか、そういうことはやらないんですかあくまで関東管理にこだわるんですかあくまでかん、あの、山の内は関東管理にこだわりますね。で、関東管理というのは関東全部の支配者。支配者。うーん。俺は武蔵の国の守護大名か両国化して、 家臣団編成して、武蔵の地域権力になるんだという、そういう思考はないんですか、この人たちは山之内はないですね。で、大宮とは逆に多分あのそ,そっちの方になったんでしょうね。関東、うん、あの要するに山之内別儀を支える形方を選んでいったと。で、相模の国とかをしっかりと擁護化していくと。だからあの、正朝が入ってくるの嫌がるんですね。 越後上杉山之の内の,あの一門みたいな扱い、そうですね、あの結局2代にわたって、この梨紗と秋貞が、越後上杉家からあの出ていて、だからあれですよね、あの秋貞さ,さんも、越後上杉家の中尾為影と上杉房吉が争った時にあに、わざわざ越後まで行って、そこで戦手入りますからね。<laughs> だから、越後越杉家っていうのは、山之内にとっては非常に重要な、自分の実家ですよね。まあ、一門通か、実家通かね。で、上杉のりまさは、あの、越後越杉じゃなくて、いやあのここに書いてあるよに、山之内越杉、こっちですね。こういうふうな感じになります。えー、秋貞の養子の乗り房。乗り房は、あの、秋貞じゃなくて、この、こっちですね、乗り種の子孫じゃない。この乗り房が、えー、秋貞の後を継いで、 で、のりまさの養子が上杉正とですね。で、あの、そういう意味では、この上杉のりまささんつうのは、ちゃんとのりざねの後を継いでる。まあ、もともとのりざねが越後上杉家、上杉二方の子ですから、そういうあれでは、あれですけど、上杉木貞房義、で、この貞ざねっつうのが、あ,あれですね、えー、っと、まあ、上條上杉から養子に来て、あの、長岡ためかけの、まあ,あの、 傀儡的なあれがな。これ越後小家と山之内上杉家でどっちの方が。着流やという意識はないんですか。それは山之内上杉でしょうん。じゃ本家ですわ。え山の本家の山之の内上杉が断絶したら、あの有力な書流から。要所を取ると。あの細川慶長家とあの粟守護家と同じですよね。 まあ前やった時に山の内衛生が学戦したら越後から援軍が来るって話でしたよね。そう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 。まあ、こういう関係ですから。うん、<laughs> 本家が困ったら、文系が応援に来ると、うん。それとこの範稲の前の段階ではあれですね、もともと、まあ、この越後上杉家というのはあの関東方面への抑えとして幕府が設置したところでありますね。 越後守護家と守護とそれからの途中から駿河守護はあの在京免除されて在国になるんですね。越後はあの割合在京と在国を繰り返すとかあの安平和の時には在京してますねやっぱり。八条確か8条上杉室ですだから8条家の八条通り付近にあの屋敷があるみたいで。越後上杉というのはもう完全に幕府の指示によって動くんですか そうです。室町時代のこの最盛期の段階で言ったら、幕府の命令で動くんですね。この房ささんなんかは。これ房さまさというのは、確かにもしかしたら。<ん>清正というのかこれ房さまさですね。房さまささんは、幕府の命令を受けて動きます。今川と一緒に。前週の乱とかですよね。 長尾家は、長尾影虎の越後長尾家も、この山の内火災の長尾家の一門ですから、まあそういう意味でつながりありますね。長尾家というのは、あれですあの、もともとは、あの、坂東八平士の一つで、長尾影虎とか、長尾影信とかのご先祖さん、長尾影のご先祖さんである長尾さんは、 三浦義村の家臣であれですね、公居を討ち取った人間ですね。だから鎌倉の13人でも出てきますわ、絶対に。公居を討ち取る、討ち取ったのが長尾です。その子孫ですね、皆さん。長尾家はなあの、あれかな、あの自称自由なので、ね、当初はあの、頼朝に背いた関係で、没落して、三浦氏に引っつく形で、あの三浦氏の。 三浦市の滅亡を上杉にくっついていったという感じですね。あ、そう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 。あの、あの相模の国なんですね。長尾。あのあその大船駅付近のあの長尾松山です。この召喚です。はい、あのでも上杉って彼らが本格的にこう大名というか、四五大名。 なんか目指していくと、鎌倉九方って消滅しますよね。うん、まあ、形式的な権威として置いとく、あの、あれですよね、あの、マウンティングの道具としては使える。あまあ、そういうものとしてはね、<laughs> <laughs> 鎌倉九方が、 自ら大名化するという道はないんですかどうなんでしょうね。鎌倉蜘蛛の、堀越蜘蛛は伊豆の国持ってるから、その目はあるかもしれませんね。堀越蜘蛛にはその目あるかもしれない。伊豆の戦国大名になるかもしれない、頑張れば。室町幕府ってね、佐賀屋や土葬屋、貿易に。 頼ってましたよねはい。鎌倉公房ってあれ財政はどないして支えとんですかどうなんでしょうねあれたあの小学校さんとかまあ鎌倉を抑えてること鎌倉及び東京湾を抑えてることによるあれなのかなご了承みたいなものがあるんですかご了承は多分ちょちょこど設定されてると思いますあちらこちらに そのご了承というのはあ,、まあんまり当てにならないんだな、あれ。あれ、商業、金融、権益関東やとそういうのもなんかあんまり大きくなさそうやから、結局、ご了承こうなんとか確保していくしかないんでしょうね。その辺もっとしあのいろいろ調べてみ調べてみないと。あ,そうあの、そうやな。 今度、まださえ勝ったけど、図説、鎌倉府っのカナわなあかんない。いや、あの、恵比寿交渉からあるんですよ。図説、室町幕府についての図説。これか、買った方がいいな。でも、鎌倉府意外とよく知らないな。でこ、これ、あの、ちょっと笑い話があって、図説、鎌倉府という本があるんですけども、これ見てた時、あれ一時足りないと。 絶室町幕府については絶鎌倉幕府と思ったら鎌倉府の方が先に出てます。鎌倉府についてだけ書いた本があるんですかそうです。それも割合こういう感じのこういう感じの図説室町幕府の続編が鎌絶鎌倉府なんですね。うん。初心者ど,どっというと割合あのこうあのー 歴史に詳しくない方でも、あの、わかりやすくビジュアルにこう読めるような本なんですけども。こういう割合こうビジュアルをたくさん多用して、非常にわかりやすく書いてくれている、この図説。しかし、そのテーマ、鎌倉フ <laughs> えっと、上杉の亀というのは、これ犬掛けというのはこれ地名なんですか地名らしいです。うん。私も今日知りました。 大木ガヤつなんていうのはありそうな。うん。鎌倉に、<ょ>名前ですが。私も鎌倉は、あまり、うん、えっと、ちょっと見てみましょう。犬がけというのは、どこに、犬がけ。ああ上杉、上杉全州庭屋と、つうのがあって、犬がけ、えー、っと、犬がけガヤつっていうのがあるみたいですね。常明寺町内会の、 えー、ところに、情明寺町内会というあの掲示板のところに犬だけの屋敷跡がありますがそのためですね、犬だけ、えーたくま。たくまさんも、たくまがやつのとなんですね、情明寺界わい。そ鎌倉にある谷の名前なんですね。そうですね、やつ。うんうん、こちらも情明寺ですね。うん 宝国寺とお寺の周辺で犬掛山の内大き屋と並ぶ託磨、ま。宝国寺とお寺の付近に託磨があるみたいです。